はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、ぶなしのピヨタです。さあ今回もレミリアと3つの塔やっていきたいと思います。ですね、前回ですね、長かったあの戦いも終わり、ついにですね最後のステージに到達しました。もうなんか感動、行きましょう。本当にね長かったです。もう何ヶ月やったか1ヶ月ちょっとぐらいあのステージだけでしたよね。もう本当ラスレミ宣言の後ですよ。もう嬉しくて泣きますよ本当に。でもまあ第10ステージもね似たくらいの時間がかかる可能性があるということをはらんでるっていうことなんでね、第9であれなんで、そこは用心ですよね。きついぞ普通に。敵キャラの配置がね、鬼畜なんですよやっぱり。クリアしたらちょっと運営さんに報告するぐらい制作者さんにね、クリアしましたって言って報告するぐらいだと思う低難易度ですね。もうやばかった。これは本当にね、毎日毎日投稿してるので、どれくらい苦労してるかは分かると思うのですが、まあ、もしクリアできたらですね、再生リスト短いバージョン作ります。さすがにねパートもう70まで来ましたから、毎日ねそんな動画見てても絶対面白くはない、それは分かってますということでね、まとめるやつはまとめて再生リストを作るときはですね、多分パート50個ぐらいね飛んで、それで、やっていこうと思います。簡単に言うとね、失敗してそのパート内ではステージが終わらなかったものをね、カットというか、まあ再生リストの中に入れないっていうね、そんな形でやっていきたいと思います。さすがにまあ10分、本当に短いものは3分で、長いものは10分15分、そこまで到達してるものがあるんでね、それをね全部10分だと仮定するとね、 10×5、 つまり 10×5 でね、違う、 10×50 か、 10×50 で500で、500でね、それを60で割るとですね、まさかの8時間。見れるかって話ですよね。そんなんだったらアニメ12話のやつでも見た方が絶対マシですから。それは僕が、心から自信を持って言えます。何自信持って言ってんだかっていうね、そんな話もありますが、毎日投稿はね、続けていくっていう、そういう、そこにこだわってしまったんで、毎日投稿を投稿し続ける。そこをね、第一の目標としてやっていたので、まあ今現在もやっているのですけども、そこをね、メインとしてやってしまっていたんで、完全に、とりあえず投稿できる、みたいな感じの、本当にクソクオリティが、毎回毎回仕上がってますので、クリアした回は面白いと思いますよ。個人的には。まあ、それでですね、やるんで、クリアしてない回はね、ほんと雑談です。ただの報告ですね。そういうことなんで、面白くはないんでカットいたします。さあ、あとこのパートは何パートぐらいかかるかな。あとですね、初期のこの配置が普通に難しいですね、これ。なんなんだよ、これはっていう。ここ3段は、まあ、見てりゃいけますよ。見てりゃね、ぐっといけますね。でも問題はここからです。もう配置がね、クリアさせる気があんまりない配置ですからね、これ制作者さん自体がクリアできたのか怪しいですよね。よいしょ、危な、10個超えるのにこの難易度かよ。むず、よいしょ、上がっていきますよ。上には妖精さんが1匹、1匹って言ったらダメだね、いますね。さて何が出てくるかな、何が出てくるっても4段目以降あるか、そこが一番の気がかりです。
まあ簡単に言えば4段目以降がなければ OK なんです。上には、デカ妖精ですね。下の方の妖精もね、あのペースが違うんでやりづらいですね。くっそー、上の妖精さんもちょっと上がりづらい配置。てか下もね、この妖精さんと上の妖精さん動きが似てるんですよ。うまい感じでね、上がらせないように連動しちゃってるんで、そこをね、なんとかしないと難しい。さーてどうするかな。結構ね、待ってますけど、ここだ。OK です。うまい。最初のあれが一番鬼畜ですからね。嘘だろ、今の当たったの。当たり判定ちょっとおかしくない？いう感じでいけてたもんな。でも前と比べると鬼畜な配置少ないですね。あの最初のあそこの部分は、最初始まってすぐが、あのこの3段を超えた後が鬼畜ですけど、正直パート9ほどではないですね。今のところパート9が鬼畜すぎたんだっていう、あれですよ、ちょっと運営さん深夜テンションで作っちゃったテヘベロみたいな、そんな感じのレベルですよ、あれ。もうあれはきついです。それをね、経験した後から言うとですね、まだ楽、簡単ではないです。まあ死んでますしね、簡単ではないですけど、超こんなのクリアできないだろマジかみたいな、そんなレベルじゃないっていうことは分かりますね。それだけは言える。そこが分かるだけでもラッキーですね。もうでもまあ難しいのには変わりないんで、毎回毎回細心の注意払わないと死にますけど、死にますけども、まあそれを差し引いても、うん、いいですね。まだ楽です。絶対こっちの方が楽だ。くっそ、逆にしろよって思うけど、でも逆は逆で困るな。最終パートがぐったぐだのぐっちょぐとになってやるのも、それはそれで困りますね。よいしょ、あれ当たり判定おかしくない？本当に妖精の当たり判定でかい。くっそ、見かけによらず太ってんのがこの妖精、ひどいな普通に言い方が。よいしょ、 OK ですね。あ、やべ、もうちょい待てば今超えられましたね。ちょっと早とちりでした。さて、でもまあパッと見今の段階ではね、最高、最高階層に到達はまだしておりませんがね、第9ステージほどは鬼畜じゃないってことは分かりましたし、そこが分かっただけでも安心ですね。よいしょ、本当にね、あれの鬼畜さと言ったらっていうレベルですから、もうそのやつを体験した後はね、なんだよこれ難しいけどあれと比べればどうってことねえやみたいな、そんな感じですよ。まあさすがにね、60階層ぐらいまで、460階ぐらいまではきついです。それの難易度自体は第9のやつと変わりないですけど、第9と違ってね、初期にあるんで、そこを超えるのにね、一番下からその3階層を超えた後にその難しい点が来てるんで、まあ親切ですよね。前回最終のところにありましたからね。もうそこ上がるまでの大変な労力使ってるのにもかかわらず、そこを最後が運ゲーになるっていう、もうあれはえげつなかった。二度とやりたくない。もうね、1万2000ソフトさんのやつで、このソフト、このねアプリ自体は何回かやりたいです。何回かやりたいけど、第9ステージだけはやりたくないです。もうあの地獄さはもう味わえたくない。うわ、鬼畜だな。やっぱ460とかそこらあたりが一番きついですね。ということでね、残り30秒ぐらいになってるんで、10分までということで、ラスレミ宣言させていただきます。今回もね、バッター上がりたい。さて、5階層っつったってダメだな。5階層だったら完全に初期のあの段階の、460かな、あの階層が終わるくらいまでやりたいですけども、
まあでも5階層って規定はあるんで、これが本当のラスレミですね。5階を超えなければもう1回。さあ弾幕が増えたな。これぞ本当の弾幕ゲー。ですね、ちょいと待ち回して、待ち回して、待ち回して、ここを飛んでいく。で弾幕をかわして、マジか。ということでね、今回はここまで。ちょっとねステージの難易度が前よりかは優しいかなと思いました。でもまあ鬼畜なことには変わりありません。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。